はい、ということでね、今仕事終わりなんですけど、どうやらなんか GU でね、やばい新作が出てるらしいので、今からねちょっと歩いて GU まで行ってみたいと思います。 GU に来たんですけど、なんとね下の階にユニクロもあったので、ちょっと両方とも見ていこうかなと思います。はい、まずね GU で目当てなものを見つけてね、本当によかったら買おうかなと思うので、またね買ったらお家帰って紹介します。もし微妙だったら買わないので、この動画はボツになってると思うんですけど、まあ皆さんが見てる頃には上がってますね。なんで一回、ここはどこですか？あ、間違えました、間違えました。あれめっちゃ良かったよね、GM の新作のやつ。めちゃ良かった、めちゃくちゃ良かったよね。あれはリアルに見たいです。見たいよね。あ、はい、ということで今ね GU 行って、その後ユニクロも行ったんですけど、 GU もねちょっと1点だけ新商品がね気になるなって言ったんですけど、まさかのすんごい買ってました。あのこんないいのあったんですね。すいません、完全にちょっと舐めてましたね僕。はい、僕ユニクロだったんですけど、思いのほか GU いいですね。うん、え、これこの価格で作れんのっていうアイテムばかりで、あのついつい数点買ってしまったんですけど、今からねお家に帰って明日かな、一つずつちょっとね紹介できたらなと思います。スタイリング含めて紹介しようと思ってるので、楽しみに待ってください。よいしょー。ということで、昨日ね、GU に行ってきました。もうね、今、この時期に GU 行くなら、もうこの3つは、もう絶対見てほしいっていうものをね、購入してきたので、今回はね、この3つを、こういうところすごく良かったけど、こういうところもう少しこうだといいなっていうところを踏まえて、紹介ね、できたらいいなと思ってます。そして、最後にね、スタイリングとかも上げて、このアイテムで、なんか意外と GU とかって、こう、パッと見ると、うんって思う方もいると思うんですけど、スタイリングに合わせるとすごく高見えしたりとか、コーデ、馴染みやすかったりするアイテムも多いので、GU でもね、こういったおしゃれなコーデ組めるよっていうのね、僕が紹介していきたいと思うので、ぜひね、最後までご覧ください。はい、ということで早速ね、一つ目はじゃじゃん、これです。何？これですよ。このキーリングっていうのかな、レザーキーネックレスなんですよね。で、僕自身正直言うと、あの鍵とかね、多分ここにつけないです。鍵を、まあ家の鍵とかつけてもいいんですけど、僕アクセサリーとして使おうと思って購入しました。でも全然なんか形がすごい可愛いんで、まあ言っちゃうとスケーマーみたいな、スケーマみたいな、もう本当にかなり近しいアイテムで、しかもこれレザーリアルっすよね。牛革って書いてあるんで、牛革使ってて、このレザーのねアイテムでね1290円、安すぎる。特にこの春夏どんどんこう薄着になっていって、シャツ1枚で過ごす日があったりとか、まあ今はね全然寒いんですけど、今日とか6度なんでまだまだ寒いんですけど、これとか多分暑くなってきたら多分人気すぎて買えないんじゃないかなと思うので、本当今の時期からぜひチェックしてみてください。でこれいいところが、もちろん鍵もつけて実用性もあります。首からかけたら鍵なくさないし、しかもおしゃれ。でももう普通にこれ白のロンティーだとか白シャツとかね、で差し色で持ってきてあげるとかっていうスタイリングも合いますし、本当にこう実用性っていうのもあるんですけど、それ以上にねこれファッションとして使えるのが僕いいなと思って購入いたしました。でしかもこれ長さも本当程よくて、一応こっちにキーリングの丸ついてて、僕はこっち嫌なんでちょっとこっち側で使おうかなと思って、一応なんか中にもこれついてて、こんな感じでつけられるんですよ。まあどっちもいけるのかな。ほら、めちゃくちゃ長さ良くない？もうめちゃくちゃいいじゃないですか。これでいい。だって夏とか白 T だけだとシンプルすぎちゃうので、特に綺麗め好きな方とか、本当に一癖欲しいよって方はこれ1個つけたらめちゃくちゃスタイリングとしても決まりますし、程よいアクセントになったり差し色にできるんで、これ本当にいいなと思って。カラーもブラウン僕購入したんですけど、ブラックもあって感じで、僕は今回ブラウン選びました。安くてそれなりにいいみたいなイメージもある方も多いと思うんですけど、やっぱそのマーケターがしっかりいるからこそ、トレンド感のあるアイテムが安く手に取りやすい価格で購入できるっていったメリットもすごくあるので、なんか本当にすいませんって感じです。僕もこんないいのあったんだって思いましたね。はい、ということで2点目はこちらになります。じゃじゃーん、こちら商品名がジップアップブルゾンですね。これ流行りのね、もうすごく今一大トレンドのショート丈のブルゾンです。これね来たんですけど、シルエット良すぎてビビりました。なんでこんなにトレンド掴んでるんだってぐらい僕の今の気分ですし、もちろん高身長の方はもちろんなんですけど、低身長の方に特にお勧めしたい。やっぱり低身長の方ってもちろんロングコートとか好きだよって方はもちろん着ていただいていいんですけど、一つのね法則として、やっぱり丈の長いものより丈が短いものの方がスタイルはよく見えます。なので着たい着たくないとかではなくて、俺はもうスタイル
よく見られたいと、周りから足長く見られたいし身長も高く見られたいんだって方はね、ぜひこういったねショート丈のブルゾンがすごくおすすめです。しかもこういうのってなかなかこの価格帯で買えないので、まあ自由にしては少し高いんですけど4,990円でも、他のブランドだったら余裕で1万超えます。このサイズ感、しかもねこの生地感、全然薄っぺらくないし、すごくしっかりしてるんですよ生地が。でしかも襟も僕好きな形で、ちょっとやや大きめというか、で襟がやや大きいことで顔周りもすごく小さく見えたりとかで、一番スタイルがよく見えるのって結局アイラインなんです。アイラインのスタイルっていうのも、トップスもちょっと細めてるオーバーサイズすぎないで、タン丈でパンツも太すぎないパンツ、体がまっすぐに見えたらやっぱ体長く見えるので、カラー展開もねちょっとこの辺に載せてみます。ポイッポイッポイッとですね。でも一番僕はブラックが高見えしました。でこちら素材に関してはポリエステル 100% ですね。 181cm の僕が L サイズを選んでます。で本当にねこれいいとこばっかりなんですけど、もう少しこうだったらいいなってところとしては、欲を言えばやっぱスタンドにできたらいいなっていう、まあ、これも生地も固めなのでスタンドにしてもすごくしっかり立ちそうだし、意外と綺麗な気がするんですよね。またちょっと着た時にもいいんですけど、ちょっとねダブルファスナーだったらねっていう、ここまだ僕そこちょっと厳しいので、あると嬉しいなと。レイヤードもできるし、まあ締めてねフルジップでも着れるしっていうところで、ダブルファスナーだったらなおいいなと。またこれコーチ上がっちゃうんですけどね、そこまでしてくれたらすごく嬉しかったなというふうに思います。はい、ということでラストですね。今回の購入品ラスト3つ目はこちらです。これすごい良かったですよ。ドライポンチロングタンクトップということで、僕ねホワイトの L サイズを購入しました。でこれねもう触ってわかる気持ちいいやつなんですよ。夏に、春夏ね暑い時絶対気持ちいいやつで、わかります？うわ、しかも冷たくないですか？なんかそうなんですよ、ひんやりしてるんですよ。絶対着たら涼しいなっていうので、今僕がなんでこの時期にこれ買ったかというと、売り切れたら嫌だなっていうのもあるんですけど、今ね僕もこれ着てるんですけど、ニットとレイヤードしたくて、それこそちょっとチラッとこっから白が見えた方が春らしさが出たりとか、僕はこのニットを1枚で着るのもすごく好きなんですけど、 AW のニットの着こなしはシャツだったりタートルネックとレイヤードしたりするのが好きで、春はちょっとこう白をね裾口からねチラッと見えた方がね春っぽさも出るし、清涼感というか軽さも出るなと思って、で夏になったらなんならシャツ上から羽織ってちょっと開けたスタイルの時にこれインナーで仕込ましたいなと。でしかもそれを仕込ませるのに、ルチェゲタのユニクロのワッフルっぽいタンクトップあるじゃないですか、はい、あれはちょっと着心地が僕あんまり好きではないのと、見えた時にこういう生地感じゃないんで、ちょっとこうカジュアルな印象になるなっていうので、こっちの方がきれいめにも落としやすくて、しかもなおかつ着心地もいい。で僕暑がりなんで温度も落としてくれたりとかするメリットがあって、しかも元々がこれロングタンクトップなんですよ。だからこういったニットともレイヤードしやすかったりするので、普通僕こういうタンクトップをレイヤードで使いたいな時は、大体1サイズ2サイズ上げて XL、2XL とか買ってレイヤードしてるんですけど、もともとロングなんで L サイズでね大丈夫かなと思います。着丈いろいろ見たんですけど、このニットと程よくレイヤードできそうなので、もしねこういったニットを持ってる方いたら、ぜひこれレイヤード用で使ってみてください。でしかも夏になったらね、半袖だったり長袖シャツ開けてきたりとか、その時のインナーでチラッと見えてもね大丈夫なタンクトップになってます。うん、いい買い物しました。ちょっとね、これもスタイリングで今からね、ちょっと見せていこうかなと思います。はい。ということで、早速着替えていきます。はい、ということでまずねこちらのブルゾンを使ったコーデ1コーデ目になります。いかがでしょうか？一番ねほんとスタイルが見えるアイラインのシルエットを意識したセレクトに見ました。靴はねローファーでいい感じに抜け感作って、でもコーデも引き締まるような革靴をチョイスしました。でパンツはねグルガスラックスで結構細身のねパンツを選んで、それに合わせてトップスもねブルゾンということで、結構こうまっすぐなアイラインのシルエットなので、本当に一番スタイルがよく見えるし、トップスも丈も短いので、低身長の方に一番おすすめしたい、この上半身と下半身のバランスになっております。はい、ということで続いてのコーデに決めました。どうでしょうか？かなりね春らしいコーデにしました。インナーはね本当は秋冬だったらニットとかでもいいんですけど、今回ねシャツを入れてみました。シャツとブルゾンめちゃくちゃ相性いいんですよこれ。でパンツもね春らしいこうスウェットパンツ、裏毛のね肉厚なねスウェットパンツと合わせて、こう上はちょっとこう綺麗めな印象なんですけど、下半身でしっかり抜いてあげてね、でしかもあの色のトーンがねすごく揃ってて、無彩色のアイテムの組み合わせなので、かなりこうコーデとしてスタイリングもね組みやすいかなと思います。はい、これさっきより一気にね春っぽいコーデが完成しました。はい、ということで春にぴったりなねこのタンクトップを使ったセリングで見ました。いかがでしょうか？香りにねシャツを持ってきました。なのでほんとこれもうどうだろう、5月6月とかのスタイリングかなと思うんですけど、5月6月はこういう感じでね、タンクトップのアウターにシャツをね羽織って、その下にねタンクトップ着て、パンツスウェットパンツで、靴は今回ローファーをチョイスしました。結構ラフなスタイリングなので、足元はしっかりね革靴で締めてあげてます。うん、ほんとこれ着心地がいい、着心地がとにかくいい、サラサラだしすっごい冷たいですね。
多分リアルでこれめっちゃ使うな。はい、ということで続いてのコーデこちらになります。こんな感じでね、チラッと白のが見えるだけでね、かなりね清潔感もグッと出たりとか、抜けのね印象作れるので、ぜひねこういったニット、春にニット着るときはね、1枚で着てももちろんいいんですけど、パンツも黒でオールブラックってなるよりかは、こういったね白のアイテムを1個挟むだけでね、清涼感出たりとか清潔感も上がるので、ぜひねレイヤードしてみてください。これいいっすね。しかもまたここでねサイドスリットが効いてるんですよ。シンスのこのグラデーションニットややね短丈気味なので、こういったアイテムともレイヤードしやすかったりするので、ぜひ持ってる方はねインナーでね白 T とかタンクトップ、 GA のタンクトップ使ってね合わせてみてください。はい、ということでどうでしょうか。こんな感じでねつけてみました。いいですね、これ長さが本当にいい。これのなんかブラウンなんでホワイトもすごくいいんですけど、僕ブラックのアイテムと相性いいなと思いますね。なんかブラックかけるブラウンってすごく上品な印象があると思うので、ぜひね春はこういったブラックのアイテムと合わせて、夏とかやったらね黒 T だとか、まあ、白 T もいいです。ぜひよかったら合わせてみてください。はい、ということで本日は GU でね買ってよかったアイテムね3つご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。もしねこの動画参考になったり、いいなと思っていただけたら、高評価やコメントしていただけると嬉しいです。ほんとねこの動画好評だったら、またね GU だったりとかすごく手に取りやすい価格でいいアイテムたくさんあるので、そういったアイテムも紹介していきたいなと思っています。なのでね、もしよかったらコメント欄にもね、こういう動画また見たいですとリクエストいただけるとすごく嬉しいです。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。Girls making her nose runny, she melted. I wear a cape that is velvet, couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvish, move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it, couldn't picture me jealous. Turning fans into zealots.